うん、向こうの外観撮りますか。うん、あ、そうだね、そう、うん、それがいい。あ、隣なんだね、本当にね。名前なんていうのこれ。レッド。レッドリップス。レッドリップスね。明るいね、ここもね。これね、レッドリップス。あ、大きいじゃん、ここは。さっきのとこよりも、なんか。ここは60分4000円らしい。だろうね、わかるわかる。そうだわ。ああ、こういうふうなと、車止まっとらんじゃん。うん。60分4000円。全国 P パブ機構。今回は愛知県小牧市のフィリピンパブの紹介です。店の名前はレッドリップス。今から入店します。Nationwide P Pub Travelog. This time, I would like to introduce a Philippine pub in Kamaka City, Aichi Prefecture. The name of the store is Red Lips.ちょうど、あれ、佐藤ってとこでした？佐藤。佐藤。佐藤。レストラン。佐藤ってなかったの？あ、来たね。和食の佐藤。あ、佐藤ね。和食の佐藤和食、なるほど。ちょうど佐藤のところに熟キャバがあるわ。何？熟キャバがあるって。熟キャバ熟キャバはな。なんか流行ってるらしいね、熟キャバってね。最近熟キャバも若いでね。あ、ほんと？年齢が昔はね。うん。今30代でも熟キャバだもんね。でしょ？だから熟、そういうイメージがあるからさ、もう。まだオープンしてないのこれ。ここ店はもうオープンしてるんでしょ？オープンしてると思うよ、8ねえ。ちょっと待ってて、と。じゃあ、入りましょうか。屋敷さん待っとるわ。大丈夫？あ、こんばんは。どうもよろしくお願いします。よろしく。よろしくお願いします。どうも。入るとこからやりたい。はい。入るとこからやる。あの、こっちが。あ、はい。普通に、普通にやっとって、普通に。普通に。じゃあ行きますか。行きます？まずい、まずいもんね。うん。まずいな。屋敷さんはモザイクで、あの、はっきり、中にはね、あかんって人もいるから、僕らは分かっとらんで。俺は映ってない。うん。あんたもまずい。俺は誰が見とるか分からんで、ちょっと分からない。一緒だね。声ぐらいはいいですか？声はいいです。声はね。はい、もし顔出たらモザイクかければ。はい、すいません。はい。じゃあ、とりあえず行ってきます。じゃあ、行きましょうか。じゃあ、誰か先頭に。ちょっとさ、おっぱい出すのこれだけちょっと悪い。おっぱいダメだね。おっぱい出すよ。マジで？前はいいわ。うん。モザイクかけ。おっぱい出すの？じゃあ今から、初めて入ります。60分4000円。レッドリップス？はい。レッドリップスね。はい。入ります。はい。こんにちは。もう、わあ、広い。すごいね、ステージがこんな。あ、これゴージャスだ。ママさんは誰？ママ。ああ。ああ、どうもママさん。ナイスビーチュー。ナイスビーチュー。はい、どうぞ。どうぞ。はい、どうぞ。What's your name?マイカさん。どうぞ。招き猫ちゃん。おいでおいでと。本日2軒目、入店しました。フィリピンパブ。名前は、レッドリップスですね。今オープンしたてなもんだから、お客さんは我々4人だけです。こちらは、レッドリップスのママさんで、趣味は、なんと、TikTok だそうです。This is Red Lips Mom, and her hobby is TikTok.
はじめまして、ナイスミーチュー。はじめまして、どうも。はい、ママさん、ママさん。よろしくお願いします。はい、お願い。Welcome to Red Lips。ママさん、What's your name? My name is Eri. Eri, Eri, okay. What time open here?Oh, we used to open at 8 o'clock. 8 o'clock. 8時オープンです。8時から。8時から。小牧のね、ここはね、さっきの店と比べると、ちょっとこう、ステージがね、あってね、あれですね、明るいよね。Yes. 明るい。明るいということは健全ということやな。Yeah. We have so many pretty ladies out here. で、ここのシステムは教えてください。まず、1時間いくらですか?あ、今は1時間で4000円です。1時間4000円ね。締め込みです。締め込みなの?はい、締め込みです。で、飲み放題、お客さんは飲み放題。締めしなかったらどうなるの?あ、同じ。締めなかったら別にいいです。そう?はい、yes. ほんじゃ何?締め しなかったから言って3000にはならないのね。あ、ならないです。ならないのね。一緒、うん、一緒4000円ってことね。はい、あ、そういうこと。で、女の子のドリンクは別と。あ、そうです。1000円。1杯1000円です。1杯1000円ね。で、60分。そうです。2時間はかける2分。あ、ないです。別、一緒。一緒?時間。うん。時間次第。あ、そういうことね。うん、はいはい。わかりました。セットはないです。すみません。で、何年ぐらいやってます?あ、ここはさ、もう17年になってます。17年、ね、長いね。はい、ママさんはフィリピンの どちらに、どこ、うん、田舎はいろいろラウロのタカジ、いろいろね、いろいろ。 あのスペイン人がたくさんいる、スペイン系。あ、私、うん、私のおばさん、おばちゃん、おばちゃん、イロンゴ、イロンゴでしょ。あそこ、バコロドってやるでしょ、うん、ね、はい、あ、ネグロスだよね、あれね、うんうん、でも私は生まれてからマニラ、マカティ。マカティね、マカティよく行くよ。リトル東京あるでしょ。あ、ね、近い近い近い。あ、近いの。あと、あの辺にいっぱいお店があるじゃないですか。例えば、KTV、真珠の森とかさ。あ、行ったことある。そこよく行く。本当、うん、また行くの、ね、フィリピン、うん、いつ。私12月帰るよ今年、うん、すごい。俺ちょっと分かんないまだ、うん、一緒に行くよ、ね、サーチもあるよね。サーチ、あー、サーチ、サーチ、ニューサーチね、うん、うん、で、あと、そうそう、僕はね、よく真珠の森で女の子と同伴してよく店に行ってました。ショータイムもあるし、うん、ここショータイムとかいうのあるの、ステージあるから。あ、そうね、前はあるけど、あったけど、うんうん、今はもうやってないの、うん、そうそうそう。例えば例えばパーティーとか、それであります、うん、誕生日パーティーとか、スペシャルイベントあればやります、うん、あ、本当、踊りとか歌うとか、うん、田中もショータイムしてるよ。セクシーダンス、ダンサー、あ、ダンサー。ちょっとさ、ママさん、TikTok やってるんだったら LINE で送ってよ、そのページを。あんた、あ、うん、マジマジマジ、あんた、うん、それ俺ちょっと YouTube でリンクして流すから、うん、あんた、いいや。で、あとママさんが TikTok やってますので、 TikTok の動画ちょっと今から、出しますんで、どうぞ。Naniniwala ako sa sinasabi ng karamihan na kung sino yung mga taong madalas manlait sa'yo, kung sino yung mga taong madalas manira sa'yo, kung sino yung mga taong galit na galit sa'yo, sila yung mga taong malaki ang inggit sa'yo. Make sense? Galit na galit ka sa akin tapos nakasubaybay ka sa buhay ko? Lo, ano yan? Fan na medyo basher. Game over. Kampai します。乾杯。Yes. Yes. 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 Yes.フィリピン人ってお酒飲んで車を運転したりする？
フィリピンで、うん、あそれもいるね。いる、たくさん。本当にダメだけどね。日本も昔はね結構多かったんですよ。ね、でも厳しくなってね、なったんだけど、フィリピンはどうなの。食べ物売ってる人。あ、本当。ボリューダー。あ、ダリアのもう紹介、あのもう。Hi everyone, 皆さん。Hello po。あ、ダリアの前の人から。ディート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 。ディお兄ちゃんこれ、ね、ああどうもどうも、はい、飛び入りでね、前からね、すごいね、なんかフィリピン料理をやってる子たちが急に今飛び込みで来ました。日本語だけ、日本語だけ、タガログダメですか。いいよ、大丈夫だよ、何でも喋って。いや、ヘローポー、ヘローエブリワン、あの日本語、オーマイガッド、日本語難しいね。うん、じゃあ宝箱で喋って。だって難しいね、日本語ね、マイライ。あの、お店はどこでやってるんですか。今、イワクラです。え、イワクラです。イワクラ。ボニータデパミリア、皆さんよろしくお願いします。名刺ありますか、名刺。名刺、今持ってないけど。持ってる。明日行こう。明日。明日ここのフィリピンパブのスタッフではないんですけども、ちょうど今ね、PR に来て、フィリピン料理のお店をやってるんだよね。はい、やってますよ。店。はい、で、まずね、こちらが、その旦那さん、お名前、プリーズ。どうも。じゃあ、メイン。高橋マルセルです。マルセル？マルセルです。高橋？高橋。じゃあ、ピーノ？違う、ブラジルと日本人。ブラジルね、はいはい、あ、ブラジルの人。そう、あなたフィリピン。フィリピン人だけです。あ、フィリピンとブラジルがこれ一緒になったってやつ。そう、だからボニータデパミリア。ボニータはポルトゲス。あ、そう、デパミリアはタガログ。お、一緒だから。あ、そう。そうフィリピン料理を岩倉でやってるっていうことね。やってます、はいはい。さっきのフェイスブックを私に送ってくれたのがお店のページね。はい。じゃあお名前があなたが？リオニです。でもみんな言うボニータですね。ボニータね。ライスラボニータね。あ、ライスラボニータ。あー。そう。ほんで、じゃあお店は岩倉で。岩倉です。フィリピン料理の店ね。うん、はい。大体ね、今でも私もブラジルの料理も作ってるね。ブラジル料理？そうです。うん、ブラジル料理っていうのは僕食べたことないけど、ポルトガル料理。あ、そうで、ポルトガル。ポルトガル語喋れます？ちょこっとです。トドベーン。あ、そう。ボンジーア。ボンジーア。ブアタイデット。はい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 。なるほどね。そうそう。ティアモ。愛してる。ああ、ティアモ。マハロキタをしてる。そうそうそう。タガログね。あ、これハポン。ハポン。ベテランですね。いや。あ、そう。で、フィリピンのね、出身はどちらですか？あ、ラグナです。あ、ビッグレイクだね。あ、ビッグレイク、そう、その近い。is it near Las Piñas? Las Piñas の近いね。カビテルね。多いな、近く。これ、パン。わかった。関西まだ。わかった、ここに売りに来たんでしょ、あなたたち。そうそう、みんな。でも、美味しいよ。エッグパイ。お腹食べたばっかりだもん、ちょっと。でも美味しいよ。700円。700円。あっち、皆さんもあるよ、500円だけで。500円もあるんだって。ケーキもおすすめ。ケーキ半分半分。パンも、マイライブシーシーと、いっぱい持ってきたぞ。あ、でもこれ、サンプルね。何が売ってるはこれですね。オッケー。パン、スパニッシュブレッド、オブレチーズパン、パン。クリーンカウス、あとオビバーズ、そういっぱいあるね。おすすめね。これパンでもお菓子 も売ってるね、うん、例えばイナサルとかなんかバーベキュー、うん、あとシーシー分かってる？知ってる？シーシー、豚耳、うん、それ売ってる。おすすめ。おすすめなの。これね、サンプルね、サンプル。でもこれ500円。岩倉までさ、車で何分ぐらいあるの？
10分間そんな近いの？そうそう違いですよ。岩倉にさフリピンパブってあります？岩倉あります、うん、あります。あるの？一軒だけ、うん、何ちゅう名前？パブ8マペパブ8パブ8マペそうそうマペイト現代ボカシーはやはやこれはシーシーおすすめこれはバあのチキンバーベキューこれマペ、はい、これはボコパイさっきパンケーキあるよケーキケーキこれケーキおすすめ、うん、でケーキ俺買ってあげるよこれわあいくらこれこれ1000円ケーキだからでもこれあのさっきの麺500円あ500円これパンは500円これ500円でいいこんな食べれもだって これみんな大好き食べるあじゃあいいよ1000円でみんなで食べやありがとうございますはいはいはいでも美味しいですよ食べてみこれもおすすめあのチーカネナさんオッケーじゃあね僕じゃあ食べていただきますはい、うん、いやよろしくボニタデパミリア、うん、いいね大丈夫そう食べるいくつ21歳です本当にじゃあだじゃあだ31歳もう若いわ、うんうんまあ、今は30歳っても若いからね若いね、まだ若い、うん、まだ若い、まだ元気 TikTok やってないでしょやってますよ教えてあ、はいはい LINE 交換しようあ、LINE 交換する YouTube で TikTok 載せてあげる OK よろしく、すぐ OK 皆さんよろしくね、ありがとうございますじゃあ彼女の TikTok これからお見せしますはいえ次の店でどうやって行くの知らないだって彼女しか知らない車ないとったよなんかん車で行くってセブさん歩いて行けるじゃんあーここ置いて歩いて行けるね大ちゃん帰るお疲れじゃあそうはい赤、うん、借金だよ俺に最後までご視聴ありがとうございました。もし動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。Thank you for watching until the end. If you like the video, please subscribe to our channel.